はい、こんにちは。今日は、フットボールマネージャー、2022、京都サンガ、パート3やっていきたいと思います。前回なんですけども、終盤の失点で敗戦ということで、ヴィッセル神戸相手に、2対3で逆転負けしてしまいましたね。内容的にはこちらが、結構良かったと思うので、ちょっと、良くない敗戦という形で、今のところ1分け1敗というところになってますね。はい、今回なんですけども、清水エスパルス戦になりますね。第3節ちょっとですね、今回メンバーも変わるというところで、ちょっとシステムも変えてですね、ちょっと守備的に戦ってみようかなというところで、5-2-3 というところで、またメンバーもちょっとチェンジしてですね、まあちょっと力は落ちるんですけども、まあ自分より下位の清水エスパルス、まあ実際の2022年、降格した清水エスパルスなんですけども、そちらの方と戦っていこうかなと思っています。でですね、こちらなんですけども、まあテレビ放送があるので、こういった画面が出てきますね。はい、まあ、ちょっと、バグでですね、ちょっと顔が出てこなかったりというところがあったりするんですけども、まあ特に問題はないというところですね。まあ、ゲームを進める上ではというところですね。はい、でお互いちょっと序盤苦労してるというところが、ちょっと順位表にも出てますね。はい、相手がボールを持って進めていきます。こちらちょっと守備的な戦いなんで、相手がボールを持つという展開も、まあ、あるのかなというところで、まあ、そこをちょっとカウンターとかで決めていきたいなというところもあるんですけども、まあ、今のところちょっと序盤戦ですね、第1節第2節ちょっと失点がですね、ちょっと気になるところだったので、3バックにして、低めにしてちょっと守備を固めて、見たらどうなのかなというところを見ていくという試合になりますね。ちょっと相手にボールを持たれてますね。で、若手の山田選手、センターで使ったんですけども、まあちょっと序盤からイエローカードもらって、ちょっと不安な立ち上がりですね。まあちょっとイエローカード2枚で退場してしまうというのが、ちょっと最悪な展開なので、それは避けたいというところで、ちょっと若手というところもあるし、まあ交代をちょっと考えるというところですね。早めの交代を考えるというところですね。向こうの構成がちょっと続いていきますね。このカウンターがちょっとうまくいってほしかったんですけど、ここでボールを持って宇高選手ちょっとサイドに逃げていってしまうんですね。まあ、ちょっとシュートまで持っていってほしかった。で、ここでフリーキック合わせるが、アピアタイワビワ選手はちょっと言いにくいですね。アピアタビワ選手はちょっとこのゲームの能力上、ちょっとヘディング能力がかなり低い。なので背は高いんですけども、頭に当たるけども入らない。あ、ここは見事なゴールですね。素晴らしい。ここは宇高選手が、佐藤選手のクロスに合わせてダイレクトボレーで先取点を取りました。相手にちょっと主導権を握られている中で、左サイド、見事なパス交換からダイレクトのクロス、そしてダイレクトのボレーシュート、はい、素晴らしいですね。まあ、宇高選手これで3試合開幕から3試合連続ゴールですね。はい、これ実際宇高選手確か2022年もし得点王になったら最年長得点を記録になるとかっていう話、確か去年の初めに出てたんじゃなかったですかね。確か違ったかな。まあ、すごいですよね。でも実際にかなり序盤戦めちゃめちゃ点取って、もしかして、ね、去年やっぱりすごいロースコアの得点争いだったんで、宇高選手後半も調子良かったらですね、得点をなってたかもしれないですからね。実際の話で京都もかなり順位落とさなかったかもしれないし、でエスパルスはここでパスをつなぎてシュートに持っていくと、ちょっと守備的に戦ってるんですけども、かなりボールを持たれてチャンスを作られてるのかなという印象で、まあ、ここでちょっとですね、早めに選手交代をというところをちょっと狙っていきますね。やっぱりイエローカードもらった若手の選手を、山田選手をちょっと変えて、で調子の悪い
ょっと開幕からですね、ちょっとパウリーノ選手調子が悪いというところで、今日も早めに交代させました。はい、これがいい方向に行けばいいんですけどもというところなんですけども、ここで、縦パス1本、やっぱり縦パス1本でディフェンス陣が裏を取られてしまう。そして決めたのがチアゴ・サンタナ選手。チアゴ・サンタナ選手は、2022年実際の現実の J リーグの得点王になった選手ですね。はい、清水エスパルスは降格してしまいますが、チアゴ・サンタナ選手は得点王になりました。まあ、かなりちょっとゴール前の動きとかシュート選手とかある選手だなっていう感じですよね。プレー、実際のプレーの方を見ててもですね、はい、やっぱゲームでも決めてくれましたと。結構ですね、清水エスパルスってなんか印象なんですけども、こうワントップに、まあ、ツートップでもいいんですけど、トップになんかこう頼りになるスーパー外国人みたいな選手取って、その時に、まあ、うまくやってるような印象がありますね。まあ降格してしまったんですけどね、実際の話は。うん、でもそのなんかストライカーを中心になんかいつもチームがやってるようなイメージが僕はありますね、清水エスパルス。はい、ここでつないでいって、まあ安易に縦パスして向こうは通るんですけど、こっちはちょっとカットされますね。ちょっと簡単に裏とか狙って結構ポンポンと取られる、ドリブルで仕掛けて取られるっていうような感じのシーンがこちらの攻撃では多いのかなという印象で、うまくいってない気もしますね。なんとかうまい形でいけばいいんですけども、はい、リスクを取ったパスとかですね、まあドリブルで仕掛けろとか、まあそういった指示は戦術でですね、出しているので仕方ないかなというところあるんですけど、今のもかなり危ないですね。縦パス1本、やっぱり縦パス1本でかなり危ない。なんかディフェンスが被っていってピンチを作ってしまうっていう、やっぱりセンターバックなんとかしないと問題なんですかね。もしくは、まあ、コンディション上がったり連携上がったりしてくれれば解決してくれる問題なのかなっていうところ。ちょっと厳しいですよね、プレー見ててもピンチの質がちょっと悪いというか。やっぱり今のも簡単にこうリスクのあるパスして奪われてしまうというところで、あとは結構マルティノス選手とか、パウリーノ選手みたいなウイングの選手が下がってきて、チャンスじゃないところでボール受けてっていうところも結構ありますね。もっと前でいい形で受けて仕掛けてほしいなっていうところはあるんですけども、ちょっと3バックやとキーパー含めて4人でこうポンポンとつなぐんですけども、あんまし、そうですね、崩すっていうところまでできてないのかなっていうイメージ。あー、ここは、サンタナ選手にまた裏1本簡単に外されて、まあシュートは見事、シュートは見事なダイレクトボレー。はい、やっぱり京都には宇高選手がいるが、清水エスパルスにはサンタナ選手がいたと。素晴らしいゴール、はい、ただディフェンスの対応はどうだったのかというところ。はい、ここですね。はい、マークについて離して、はい、ドン。はい、やっぱりちょっとマーク弱いですよね。で、裏取られすぎですよね。どうなんでしょうかね。逆にパッサーへのプレスを強くするっていうのは、厳しいか、それも厳しいか。あー、今のは取られ方が悪いが、シュートも見事。どうなんですかね。ちょっとシステムが
システムを、まあ、5バックにしてみたんですけども、ちょっとあんまり良くなさそうですよね。まあ、ちょっとメンバーが変わったっていうところでシステムを変えてみたっていうところもあるんですけども、ちょっと次回からまた4バックにしようかなっていうところですね。佐藤選手が、今回アシストしてくれたんですけども、佐藤選手ちょっとサイドバックの適性がないので、ウィングバックで使ってるんですけども、サイドバックの適性があればいいんですが、サイドバックできる人材もちょっと限られているので、まあ、その辺も難しい、ローテーションが難しいですね。はい、これで1分け2敗2連敗になってしまいました。逆転負け、連続逆転負け。はい、なんとか改善していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。また見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。